十文字シダは、山間部で見られるやや小型のシダ植物である。歯の形が十字型に見えるのでこの名がある。十文字シダポリスティカムトリプテランプレッスルは、シダ植物門、オシダカイノデ属のシダの一つで、この属では小柄な型である。山間部では、普通なシダである。火力性だが、団地では、冬も歯がきれいに残る。 茎は短く、ほぼ直立し、一面に輪片がある。葉は、多数を出す。葉平は、長さ15から35センチメートル、やや斜めに立ち、薄い輪片が、まばらに圧着する。葉はやや斜めに出て、葉芯はほぼ水平になる。上から見ると、ロゼット状に見える。葉芯は、長さ20から50センチメートル、大きく三方向に出る。 傭兵の延長方向に出る主軸は最も長く、全体が単上複用となっている。全体の形としては三角形に近い長大円形で、先端は細く尖る。おのおのの列点は全体に細長い三角形で、長さは3から5センチメートル。先端は次第に腰心の先端方向へ流れ、やや尖る。基部は先端側に耳状に尖る。 先に行くにつれてこの列片は次第に小さくなり次第にノコギリ状の虚子のある細長い列片になるこの部分の基部から両側にほぼ直角に一体の軸が伸びそれぞれに単宇上複用のずっと小さな右辺となるあるいは全体に単宇上複用で基部の一体のみがやや発達して単宇上に分かれるといった方がいいかもしれない この部分が突出するため、歯全体を見ると十文字に見える、というのが和名の由来である。なお、養殖物で歯の小さいうちは、彩花の右辺が発達せず、全体に単上よ用となっている。個々の列片はやや厚みがある草質、黄緑色で、艶がない。裏側や軸にはまばらに臨片をつける。法師農群は、歯裏のあちこちに散在するか、 中六の両側にやや列をなす。森林内に生える。特に、渓流周辺の平坦地によく見られる。日本では、北海道から九州まで分布し、各地で普通に見られる。国外では朝鮮から中国東部、ロシア東部にわたる。標準的な大きさに育っても十文字にならず、単語上複用のままのものがあり。 これを一つバジューモンジシダバリエーション、シンプリシシマムタガワという。ただし、これが、遺伝的な型として成立するのかについては不明であり、特に変種として取り上げない場合も多い。列編の切れ込みが深いものを、大種目ダ F サブピネータム、H 等といい、また、最下の単語上の右辺がもう一ついでるものを、鳥足種目ダ F ペディティフォーム赤沢というが、 いずれも特に取り上げないことが多い。同族にもそれ以外にもあまり似たものがなく、判別のしやすいシダである。大隅半島南部から琉球列島には、台湾十文字シダ P、ハンコキディールズがある。これも同じように歯が十文字型になるのでその名がある。列編は、こちらの方が、はるかに小さく、せいぜい3センチメートル。普通はそれより小さい。また、 歯かずも少なく、派質はやや角質である。歯型では、最下の右辺も申し訳程度に単右上になるくらいで、見た目は随分異なっている。より渓流に近いところに見られる。国外では中国南部と台湾から知られる。ありがとうございます。